どうも、ヌヌです。赤い戦記ディズガイア6体験版続きをやっていきたいと思います。前回のヨグダルマ。おい勇者よ、待つのである。なんだよ、俺は勇者じゃないって言ってるだろ。そんなこと言わずにわしの話を聞いてくれ。この世界は今破壊神の脅威にさらされておる。そなたの力が必要なのだ。さあ、この木の棒と500ヘルを握りしめ、世界を救う旅に出るのである。木の棒と500ヘルポッチで破壊神を倒せると思ってるのか。あれはすごいな。ぬっはっは。こんなゾンビの小僧には木の棒と500ヘルで十分なのである。ふん、こんなやつ相手にしても時間の無駄だぜ。行くぞケルベロス。待て勇者よ、それならこれでどうだ。なんだそれは。うわっ、みんな大好き札束である。見事破壊神を倒したら望むだけやるぞ。ほーれほーれと言いつつ偽札なのである。大切な金をゾンビなどにやれるもの。ふざけるな、俺は金なんかのために戦ってるんじゃねえ。なんじゃと。そんなはずはない。いかなる勇者も神も仏も所詮は金。世界は金の力で動いているのである。俺は違う、お前らと一緒にするんじゃねえ。うおっはっは、強がりよって。ならば金の力を見せつけてやろう。ほーれ集まれ金の亡者どもよ。うわあ、どうだ、これが金の力なのである。それで戦争になって転倒になるわけね。50レベル。行くぜ。あ、こいつじゃないんだよな。え、こいつだね。結構あれだよね。部屋ではないっすか。あ、クリーニングとかもできるな。これをこうして、おい、こんなでかくて次で終わらせてやる。今度はこっちの番だ。軽く仕留めるとするか。ナイス、手を貸す。ここまでか。まだやるんすか。ここで終わるわけには。おい、何、これが俺たちの勝利だな。死ね、金で動くゴミどもが。すごいゾンビのくせになんという強さ。それに何よりも金の誘惑をはねのける強靭な意志。この男、他の者たちとは違う。この男こそわしが探し求めていたものかもしれん。デセンドルが仲間になりたそうにこちらを見ている。知ったことか。待て、どうかわしを仲間にしてほしいのである。仲間だ、嫌なこった。か、金か。金ならいくらでもやるぞ。欲しければ城だってくれてやる。んなもんいらねえよ。俺は破壊神を倒せればそれでいい。
まあ待て、Z。せっかく金をくれるというのだ。もらっておけばいい。最強の破壊神を倒すためには金も必要だ。は、分かったよ。破壊神を倒せるなら遠慮なくいただくとするぜ。おお、勇者よ。わしを仲間にしてくれるのだな。仲間じゃねえよ。今日からお前は俺の財布だ。財布。で、1000ドルが Z の財布になった。お近づきの印として最強の武器セット購入価格1億ヘルをプレゼントしてくれた。マジか、すげえ。よっ、あった。1億ポッチの柱金で勇者の仲間になれたのである。やはり世の中金なのである。あー、なんてことだ。王様が悪の手に落ちてしまうとは。いけない。このままでは世界の平和が失われてしまう。クエスト屋が解放された。特定のクエストクリアすれば暗号機械でキャラメイクできる職業やモンスターを増やすこともできる。盗賊を解放するクエストを用意しておいたから、まずはそれにチャレンジしてみるといい。ああ、盗賊欲しいな。ここはクエスト屋だ。盗賊欲しいな。仕事の依頼が届いているぞ。依頼だ。頼んだぞ。よくやってくれた。これでいいのか。仕事の依頼が届いているぞ。ああ、これも依頼だ。頼んだぞ。依頼だ。依頼だ。この辺受けて頼んだぞ。依頼だ。頼んだぞ。依頼だ。頼んだぞ。よくやってくれた。よくやってくれた。カプターから盗賊なんかあげないんじゃないか。よくやってくれた。よくやってくれた。よくやってくれた。仕事の依頼が届いているぞ。ランナーランク30騎士。アーチャーランク。依頼だ。頼んだぞ。依頼だ。頼んだぞ。依頼だ。頼んだ。依頼だ。どこかでもいいのかな。依頼だ。頼んだぞ。ネオシンボル破壊。またいっぱいあるんだね。盗賊とアーチャーは重機士マジックナイト最近銃が杖が得意。とりあえずアーチャーと盗賊かなー。てかデコンマスタリーが弱い。やら
いつでも来ていいぞ。あとあれか、暗号機械で、お店にもっと高いものが欲しい。本当ですか？火が欲しいとか、そういうのないかな。ないね。用事は済んだかな。ローゼンクイーン紹介へようこそ。お待ちしております。いらっしゃいませ。祭りホッピーだ。コモングラス1つ、スリッパ1つ。ありがとうございました。装備させて。最強の鎧。チート屋の設定を戻す。コンマスターに行ってたので、クラス熟練度も欲しいじゃ欲しい。90より下がれなくなったんだね。敵の強さ変えられるんだ。おこれ縛りプレイ状態だね。それではまた。これで行こう。ご案内します。横町。よし、準備は整った。今日こそ破壊神との戦いを終わらせてやるぜ。いざ共に行かんのである。なんだ、まだいたのか。
お前の役目はもう終わったぞ。釣れないことを言うでない。わしらはもう仲間ではないか。仲間じゃねえよ、財布だ。ん？大雑把に囲まれた。キッ！わしを狙っているようなのである。ふん、金が目当てか。おお、勇者ゼットよ。わしを守ってくれるのか。お前のことなんて知るか。自分の身は自分で守れ。ひどいのである。それでも勇者なのか。勇者じゃねえ、俺はゾンビだ。金に群がる亡者どもか。人間界も魔界も似たようなもんだな。いや、最初から我々を狙った計画的な犯行のようだぞ。お前が1億ヘルを手にしたあたりからずっと不穏な気配を感じる。なんだと？よし、わかったぜ。犯人はお前だ。わし？なぜそうなるのである。許してやれ。Z は脳みそが腐っておるのだ。犯人の目星ならついている。おそらくあの男の仕業などである。あの男だと？そう、かつて勇者と呼ばれたあの男だ。ドリンクバーが開放。ドリンクバーへようこそ。スジ XP が465万ってなってるけど、プラス熟練度も、ああ、そういうことは。プラス熟練度とかもたまに溜まってるやつで上げられるんだ。エコンマスタリーもしかりってこと？ HP もそういうこと。ああ。なるほどね、そういうことができるんだ。ここまで上げられるな。どういうことね。キャラクターの成長っていうかも。
ガリガリだよね。キャラクターのなんだっけ、エディットの設定の編集を開いて、そこからメニューテンプレート読み込みで、そうだなぁ、あなたは結婚しよう、後で編集できるようにしよう。というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中、最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。